久保さん。久保さん、政治家、いいんじゃないですか。う <laughs> ん。こう、山本太郎さんの政党に久保さんが入るってころ面白いんじゃないですか。うん。いいと思いますよ。うん。そう。まあ、あの、山本太郎さんには、今のところまだ、すいません。票を入れる。 気はないですけども。久保さんが立候補するんだったら票を入れますよ。はい。それは言えます <laughs>、うん。まあね。人生何があるか分かんないですかね。マージャン、マージャン店のオーナーから、マージャン店のオーナーからネットビジネスから、投資家から、 政治家みたいなね、うん、すごいこの経歴になりますよね <laughs> 立候補するだけでもすごいですよね、うん、でもまあ最近ね山本太郎さんのやっぱ結構毎日流れますねやっぱあのこの億万長者合宿の久保さんの動画が終わると山本太郎さんの公演になりますから <laughs> キーワード入ってるし クリック、こうするとね、こう、毎回流れてきますんで。うん。でもね、山本太郎さんの、まあ、僕は全部講演聞いてないですけど、大体やっぱ、あの、言ってることは一緒なんですよね。で、山本太郎さん、た山本太郎さんも言ってましたけど、当たり前のこと言ってるんですよ。そう。で、当たり前のことを言っていて、当たり前のことができ、でき,できてないっていうのが今の政治だから、当たり前のことやろうっていうね。 ネットビジネスも当たり前のことをやれば稼げるんだけど、当たり前のことをみんなや,やらないっていうね <laughs>。そう当たり前のことなんだけど、当たり前のことを実行していくっていうのは難しいんですよね。うん、当たり前の話、当たり前のことなんだけど、当たり前を実行できる人は数少ないっていうね。まあ、それは久保さんもいろんな方を教えてきて、そう思う部分は必ずあるんじゃないかなと思いますね。う 僕も当たり前のことを、当たり前に勉強して当たり前にやってきたんで、うん。ただそれだけですからね。僕が、僕が特殊な能力があったわけではないですからね。久保さんも特殊な能力があったわけではないと思うんですよ。特殊な能力があったら麻雀店繁盛させて、日本一の麻雀店にしてたんじゃないですか。うん。いってらっしゃい。